マンチェスターユナイテッドは、現地時間19、プレミアリーグで、クリスタルパレスと対し、1、3で敗れた。オーレ・グンナー・スール氏、ル監督は、妥当な結果だったと振り返ってる。A、スカイ・スポーツが、指揮官のコメント、伝えた。今シーズンのユナイテッドの試合はダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、世中、ユナイテッドにとって、今季のプレミアグ初戦となったクリスタルパレス戦。昨終盤は結果を残していただけに新シーズン好スタートが期待されたが低調なパフォーミスで敗れている。スールシャール監督は我々この試合で何かを得るのにふさわしくなかった。ひどくスロースタートでプレシーズンの日の段階のチームのようだったと内容の悪を認めた。それでも指揮官はこれから巻き返し、ると信じている。フィジカルの差が見られた、は確かだ。相手は我々よりもキレがあった。我々は、るべく早く追いつかなければいけないと述した。ユナイテッドは、ミッドウィークにカップ、でルートンタウンと対戦した後、26日にプ、ミアリーグで、ブライトンと対戦する。両。